さて皆さんは今熱帯のジャングルの周りを走っています。ここには実にたくさんの野生動物が住んでいるんです。木の間をよーく見てみるとトラ、カバ、それにヘビやワニなんかが見えるかもしれませんよ。でもくれぐれも列車の外には手を出さないように。ジャングルではいつだって食事の時間だからね。そういえば出発する前駅で機関車に水を補給していたんですが、気がつきましたか？あれはね、このウエスタンリバー鉄道が開拓時代に東部の都市と西部の荒野をつないでいた列車と同じ蒸気機関車だからなんです。列車は全部で4台あって、それぞれアメリカの有名な川の名前が付けられているんですよ。今皆さんが乗っているのはミシシッピ号です。さて皆さん、このウエスタンリバー鉄道がただの蒸気機関車だと思ったら大間違い。これから皆さんは遥か時間を遡り、アメリカの西部開拓時代へと入っていきます。右手にある小さい駅はスティルウォータージャンクションと言います。開拓者たちはここで蒸気船や駅馬車に乗り換えるとフロンティアを目指してさらに旅を続けるんですよ。いよいよアメリカの西部です。未開拓の土地で生活するのはとても厳しいんですが、ここには美しい自然と、それから何より一攫千金のチャンスがあります。フロンティアスピリットが燃え尽きることは決してないでしょう。なんかいるよ。おや、インディアンの部族がキャンプをしてますよ。ほらほらほら、子供たちが皆さんを歓迎して外に出てきています。インディアンの言葉で我々は仲間だということをミタクエ・ホワシンというんですが、こっちも手を振ってみましょうかね。ミタクエ・オアシン。彼らの家はティーティーといって、バッファローの群れを追って移動しやすいように簡単に持ち運びができるようになっています。バッファローの肉や皮は料理や服やテントの材料になるんですよ。それから若い連中はよく鹿を狩りに行っているんですが、こういう動物たちがこの部族の生活を支えているんですね。この線路に沿って流れている川はアメリカ川と言います。そしてほら、その向こうに見えているのがトム・ソーヤ島です。迷路のような洞窟があったり、回転する大きな岩やお城の形をした岩があったり、トム・ソーヤ島はまさに自然が作り出した。右手にいるリスみたいな小さい動物、あいつはプレーリードッグといって、西部ではあちこちで見かけるんですよ。どんなにタフな開拓者だって、あの小さくてかわいい動物を見たら思わずにっこりしちゃうでしょうね。
れている山が見えますか？あれが有名なスプラッシュマウンテンです。ここクリッターカントリーには森の小さな動物たちがたくさん住んでいるんですが、彼らは自分たちの力でこの土地を開拓したんですよ。彼らはとても親しみやすくて、ここを訪れればいつだって温かく迎えてくれます。